はい、どうも、タイガです。今回ね、やっていくのは、ヌボボですね。僕的に、かなりね、今、足キャラで熱いキャラって思ってます。バイクが今一番足で強いって言われてて、ディーゼルが出たからね、バイクが一番強いって言われて、個人的には、次、ヌボボ入ってくんじゃないかなって思ってるんですよ。でですね、今回ね、ちょうどね、ヌボボが D1 なので、はい、ヌボボのね、動画を撮っていきたいと思います。ヌボボね、何が強いかって、単純にキャラ数5体で、やっぱ耐久値が高いで、宝落としで回復で、自分含め味方も回復で、カマキリがですね、めちゃめちゃ強い環境の中、カマキリ、あとヘジホ、いろいろいますけど、今ですね、環境キャラって言われてるキャラが全部豆に弱いんですよ。豆で、ブラドラもキャラ数、キャラ数ってか、ブラウドラもですね、だいぶ使用率が減ってきて、メデューもね、強くなってきてるんですよね。アビメデュー、アビマメがね、ワンチャン流行る可能性もあって、そこにちょうどね、マッチしてるかなと。で、そこが出てこなくても強いんで、ぜひね、ご視聴ください。耐久値がいいですね、本当に。生き残るんですよね。ひたすら、砦に、結構速いね、攻撃速度で、アースをかけて。でね、ダメージも結構あって、タイマンもね、結構強いんでね。強いって言ってもあれですけど、無難な感じの。やっぱ攻撃速度速いのいいな、これ。大型が速攻できます。今回ね、やっぱ流行りのミノガルで、これやってますが、ミノガルとの相性もいいですね。さあ、しっかりね、ゾネスとか合わせてって、大型を滅ぼして。あとは勝ちですね。さあ、クレフェのね、リザの射程外から出してあげれば、ミノガールはね、もう重ねられちゃってるんで、引き込まれて食らっちゃいますけど、クレフラは一方的にダメージを受けずに殴り続ける。グリフは無理ですね。大砲撃ってって感じかな。ミノガールがもう一発撃てば無理か。重剣士が撃てば無理ですね。撃ちましょうか。はい。ヌボボがね、やっぱね、自分のことを回復し、味方のことを回復する。通常の宝箱、木箱の場合は自分のみ回復で、色のついたね、豪華な宝箱の場合は味方も回復するんですよ。ただ宝箱のね、回復する範囲が決まってまして、一定のね、宝箱を出現させる場所の一定の範囲内にいる味方以外は回復できないんですよね。で、状態異常回復プラス HP 回復、かなり有能。それによってね、持続的に味方含め、ヌボボ含め味方もね、その場に残ることができるんで、コスト勝ちができる、かなりね、いい感じのキャラだと思います。というか、前半BGM 入ってなかったかも。もし入ってなかったら申し訳ない。はい。で、そうですね。ヌボボ。やっぱ足キャラってね、すごい大事で。足キャラがいることによって、やっぱその砦を取れる。で、取れればね、試合が有利に進む。で、不利な展開もね、砦を取っていれば、ワンライン下げることもできる。ドロー以上にできる。負けづらい。っていうのがやっぱすごい大事で。で、その中でもね、やっぱ足の仕事かつ、城にダメージを入れる、騎馬兵とか、後半の流しが強く、一部のアンチに対してね、アンチって言ってもチビクルとかですけど、有効であるウサギ。で、やっぱ継続的に圧をかけながら、中距離以降から、攻撃を仕掛けてくる5倍。キャラ数の暴力で、複数のキャラをひたすらね、キャラ数を使わずに、量産していく太っちょ。いろいろいますけど、やっぱね、持続的に、アンチがいなくて、持続的にね、やっぱ継続できるのは、一番はヌボボかなと思ってるんですよ。ヌボボのアンチ確かスライムだけじゃないかな。で、スライムのアンチもね、かなり緩和されてるんで、あんま減らないし。スケのアンチ消えたからね。で、バイクに関しては超強いですけど、やっぱアンチがまだいる。それでもやっぱ一番強いんですけど、バイクが。ただね、ヌボボがね、個人的にはヌボボ推しなんですよね。いや、バイクってやっぱ、今、足キャラの中で、下放される可能性があるキャラじゃないですか。ヌボボって下放されないじゃないですか。その下放されないであろうヌボボがね、すごい強いキャラなんで、ちょっと押したいんですけどね。さあ、いい感じ。一気に持ってきましたね。ちょっとこれ、ケレベ重ねられてるから、ブルドラやられそうですけど、全然問題ないですね。ホックルがちょっとめんどくさいぐらい。クレフラもいる。これ死ぬな、ミノガール。でも、相手のクレフラは、倒せそうなんで、いいんじゃないですか。これ、チビドラもそうっすね、もう相手。チビドラ、どうしようもなさそう。さあ、しっかりとね、ホックルも処理してもらって、あとはヌボボですね。ひたすら圧。そう、あとね、ヌボボのいいところはね、足キャラなのに、パンダに弱くない。
足キャラってですね、基本的に全キャラパンダに弱いって弱いですよ。ヌボボ以外は。ヌボボだけなぜか唯一パンダに弱くないんですよ。アンチ関係がないんですよ。有利ではないけど不利じゃない。そこもすごい高評価。あとね、あとオークも見れるんですよね。まあ、見れるって言っても、育ってないヌボボじゃ見れないですけど、育ってるヌボボだったら回復してくれるから、意外とね、ヌボボプラス剣士とか3コス使うか、もしくはヌボボだけでもね、オークを見切ったりすることがある。リザとかスケとかじゃオーク倒せないでやられちゃったりするじゃないですか。ヌボボはね、回復がある分ね、持久戦が強いんで、低ダメージのね、やり合いをしてるときにね、結構ね、勝ってくれるんですよね。まあ、オークだけじゃなくて、他のキャラでも。まあ、とりあえずね、結構ね、台湾がね、めちゃくちゃ強いわけじゃないんだけど、すごい有能。まあ、瞬間的にやられない限りは、勝ってくれる。やっぱね、状態異常回復して、HP も回復してくれる。これ、HP の回復量もね、結構バカにならないですよ。1個前、ブラドラ環境、サイクロガール環境か。サイクロガール環境、ブラドラ入るちょっと前ぐらいまでは、もう火力環境すぎて、まあブラドラもね、火力環境だったんですけど、ヌボボがね、ちょっと微妙だったんですよ。で、今回ね、そのブラドラも入ってきたけど、ブラドラも減って、だいぶね、使いやすい。で、ミノガールのブーメランってやっぱ相変わらず火力高いですけど、ヌボボの位置、結局ミノガールにはミノガール出すこと多いじゃないですか。なんで、後ろにね、タゲずらせるんで、ヌボボがあまりブーメラン食らわなかったりして、結果的に持続的に、残って、で回復でミノガールにも回復入れてくれたりとかして、まあ、すごい相性も良くて、うん、ヌボボはねすごい使いやすい。なんだろう、まあ今から5分前やっても全然、問題ないと思うんですけど、個人的には今足キャラやって間違いない、下方もされないし間違いない、絶対これやっとけばそんないよっていうのは個人的にはヌボボマジで押します。さあ、こんだけキャラいてね、大型も来てるんで行きましょうか。ミノガール、ここもね、でね、ヘジホがね、ミノガールにすごい強いんですよね。ミノガールの攻撃がね、ぐるぐる投げが多段ヒットなんで、ヒットしきる前にね、ド発電発動して防御力マックス出るから、体力こっち半分ぐらい削られるんですよね、一体で。結構痛い。まあ、ここからもヌボボゲーですね。まあ、ヌボボゲーっていうか、他のキャラもいっぱいいるんであれですけど、ビートルもね、いいっすよね。ただの30フルビートルはね、ちょっと微妙なんですけど、団子振ったり D1 ついたり、金バッジ底力あるとね、化け物っす。強すぎてびっくりする。この前ね、ビートルで1体のビートルで中型 6枚抜きかなしましたね。これも強いな。だってベイビーこんな HP は長いのにさ、これしか食らないもんなめっちゃ強い。さあ、ヌボボね、最後流してって残るんですよね、ヌボボ。いや、もうね、出された時にね、火力キャラがいないとね、止まんないんですよ、ヌボボって。本当にパンダ出してもさ、例えばだけど、ゴブリンバイク相手にじゃあパンダ切ります、まあ倒せるじゃないですか。ウサギ相手にパンダ切ります、まあ場合によりますけど、たまにね負けることあるんだけど、まあ倒せるじゃないですか、基本的には。期待値的には多分ヌボボにパンダ切ってもすぐ倒せないから、もし相手にね、なんか違うキャラで、例えばヌボボプラスバイクが遠くからラッパ吹いてるとかでも何でもいいですけど、そういうことがあるとね、負けるんですよね。普通に足キャラを止めるために育成したはずのパンダ、パンダは強いからいいんですよ、それ以上望むことはないですけど、育成したはずのパンダがヌボボには有効ではない。やっぱそこがね、ヌボボの強み。前はね、スケにワンパンされてたんですよね。ヌボボが強すぎて攻撃速度ががっつり加砲されて、かつスケにワンパン、スライムもマジ無理みたいな感じになったんですけど、それがですね、修正されて、攻撃速度がちょっとだけ戻って、ちょっとだけですね。まあでも全然速いですよ、今だいぶ速い。でスケのアンチが消えました。まあ、2パンされますけど、相変わらず別に2パンだったらね、全然いいですよ。2コスで2パンされなかったらその方が問題だからね。まあ、多くの我慢とかの例外あるけど。さて、騎馬兵か、ゴリゴリに行きたいな。ペンギンかぶってけ、これ大砲撃たれると思うんで、ヌボボ行きましょうか。スッと取っていく。さっき晩ね、いや、いいっすね、ペンギンがね強いんだよな、マジで。まあ、今回ねヌボボの動画なんであれですけど、ペンギンもめちゃめちゃ強いんですよね。
さあこの回復もね、宝を落としちゃえばね、あ、取った、宝を落としちゃえばあと残るんでね、それもいいっすよね。火炎11いいね。からのミノガールのベルランとブルドラの攻撃で、さあもうこれは無理っすね。もうここまでいったらあとはミノガールとブルドラが後ろから進行しながら、ヌボボが取りに行け、取りでだけ削りたいけど、ああ死ぬかなブルドラは。あ、その回復もね、やっぱいいね。回復したことによってね、通常攻撃1回増えてみたいな。あ、この第一切り無理だな。あ、これ死にますけど、ああ最後打ってくれた、でかい。あ、取られちゃった。まあいいか、多分取り返しますね。これはおお、枯れた。でもね、ここね問題ないですよ。毒のマタンゴめんどくさいですけど、ヌボボいるからね、回復するんですよね。はい、いや、コウモリ固め強い。さあヌボボ、このねスーパーヒーロー100ですけど、もうこれもう戦隊シリーズヌボボなんで、パシュッとこれで全体回復でしょ。もう状態異常来ても全然怖くないですね。回復、この回復ループっすよ。投げられましたけど、あ、どっか行っちゃった。さあ回復、これ強いでしょ。こんだけさ、マタンゴの広範囲毒ってさ、やっぱこの複数対複数に強いじゃないですか。マタンゴの広範囲の毒って出されても関係ないですもんね。回復回復って言ってもう全部治ってるもん、全開してるし。ほら、ヌボボ、ヌボボの嵐が、ヌボボの数やべえんだけど、いかにも持ってるから。何これ、ヌボボゲーになってる。ヌボボが溢れてる。なんかヌボボの世界なんだけど今。これスクショしようかな。これやばくないですか、これごちゃごちゃしてんだけど、めちゃくちゃやばいでしょこれ。ちょっとじゃあヌボボなんで、ヌボボスクショこんな感じでシャキン。いや、いいっすね。順調に勝ってますね。そう、まあ、最近ね、いろんな動画上げてって、まあ、今後ね、キャラの使い方とかも上げていけたらいいなと思ってて、前ですね、まあ、いろんな方から意見もらいまして、このキャラは、まあ、こう使う、じゃあ、違うな、このキャラが強いとか、あのキャラは弱いとか、まあ、知らない方の方が多いとは思うんですけど、新規の方も含めてね、全体の像から言ったら知らない方も多いと思うんだけど、まあ、やっぱ動画上がるじゃないですか。丸々超強いとか、強いキャラ分かるんだよって、だってみんな上げてるもんって。例えば、まあ、新キャラで、ね、まあ、ミノガールが強いなんてすぐ分かったし、そう、丸々強い、丸々が強いで、新キャラじゃなくてもこの丸々が強いとか、このキャラかなり熱いとか、そう、まあ、熱いとかあったらね面白いと思うけど、そう、強いはもう分かるよって。でもね、強くても、じゃあその強いキャラどうやって倒せばいいとか、その強いキャラ強いのは分かったんだけど使い方が分かんないんだよって、どう使えば一番強く使えるのって、うまく使えるのって、そういうことが知りたいっていうコメントをですね、いただきまして、なのでね、今後ね、キャラの使い方っていうのもね、動画にね出せたらいいなと思ってます。そのキャラの、まあ、いろんな使い方、さまざまな、こういうことができる、このキャラはこういう立ち回りができる、でこのキャラ の強いムーブはこういうこと、ね、こういうアクションがすごい強いっていうのをね、やっぱね、動画にできたら多分需要あるんじゃないかな。うん、強いキャラは分かってもさ、その強いキャラの使い方分かんなかったり、強いキャラ持ってなかったらね、その強いキャラ倒さなきゃいけないからね。さあ完璧ですね。火炎が消えるタイミングでエンジェル召喚して、少しでも回復上げて、さあブルドラがほぼ体力マックスで、あとはね、まだ大砲打たれたくないんで、ちょっとブルドラに前行ってもらってからエンジェル置きましょうか。あと1本しかないからね、まあまあ別にエンジェル壊されてもいいんですけど、シャーク来てるんでね、早めに打とこう。まあ、大砲打ってくるかな。あ、打ってきましたね。まあもうこれでエンジェルは終わりですけど、こっちも大型1本残ってるんで、あ、取れちゃった。まあもしね、相手が大型来てもミノガールもいるし問題ないですね。イカか、ユカリンがあまりにもブルドラが早すぎてイカ多分切るの躊躇したんでしょうね。さて、あー、シャーク、ちょっと多く間に合わなかったですね。まあまあでも干渉できるんでいいでしょう。さあナイス、いいっすね、勝率が良い、かなり良い。そう、まあ、いろんなキャラのね使い方、例えばこのキャラはこの位置から攻撃するのが強いとか、まあいろいろあると思うんでね、そういう動画ももし上げれたらいいかなと思います。一応ね、まあ、全キャラ、まあ、時間かかりますんでゆっくりですけど、まあ、全キャラね上げれたらいいかなと思ってるんで、もしよかったらね、先に何が見たいとか意見いただければ、もしかしたらそのキャラ使うかもしれないので、まあ育ってればだけどね、よかったらね、
コメントください。では今回もご視聴ありがとうございました。よかったらね、高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。またよかったら、ぜひご視聴ください。では、お疲れ様です。